こちらは TTIM テレビです。我々は、タイで最大級の、製造業見本市である、マニュファクチャリングエキスポ2012に来ています。今回この機会を使いまして、ソディックタイランドの上田マネージャーにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。まずですね、御社がこの展示会で展示されている製品について教えていただけますか。はい、今回につきましては、自動車電子部品関係の、金型作成をする機械の方をラインナップさせていただいております。今回の製品につきましては、放電加工機、それからもう一つ横の方のワイヤー加工機をと、あともう一つインジェクションモールドマシンの方を、展示させていただいております。あります。この、 新製品につきまして、御社の過去の製品と比較した際にどのような新しい特徴があるんでしょうか。基本的にはそんなに大きな、過去の機械との差というのはあまりないんですけども、我々の特徴といたしましては、他の会社にない、リニアモーター駆動を搭載している機械を、展示させていただいております。わかりました。今後ですね、御社が発売予定されている、製品ですが、技術というものがありましたら教えていただけますか。はい、今後ですね、はい、今後数ヶ月あるいは来年再来年と、はい、どのような技術の開発、そして製品を、発売お考えでしょうか。技術の開発といいますか、我々今回はちょっと展示をしてはいないんですけれども、まずこのメインの放電加工機、ワイヤー加工機、それから高速マシニングセンター、あと、来月から7月からですね、プラスティックインジェクションモールドのソディックプラスティックと、会社が、合弁になりますんで、その製品も力を入れて販売していきたいと思っております。御社の事業は放電加工機をメインにしているとは、はい、理解しているんですけども、放電加工機 の、はい、金属加工におきましていろいろなその方法があるんですけども、放電加工機の特徴ですとか強みというのはどのようなところにあるのでしょうか。はい、放電加工機の一番の最大の特徴というのは、通電性のあるもの、いわゆる硬い軟材と言われる硬い、高度の硬いものでも、通電性さえあれば加工ができると、自由自在に加工ができるというのが、放電加工機の特徴であります。今回の展示会なんですけれども、はい、今日でまだ2日目ではあるんですけれども、手応えの方はいかがお感じですか。そうですね、昨日もそうだったんですけども、昨日より今日また、この土日にさらに人も増えると思うんですけれども、ここでまず我々の製品をご紹介させていただいて、でここに今までもそうなんですけども、タイにソディックタイランドがあるということをアピールしていきながら、させていただきたいと思います。また今回もまたちょっと盛況に、お客様の方にもご覧いただいておりますので、引き続きちょっと我々もアピールさせていただきたいと思います。はい、わかりました。お忙しいところありがとうございました。どうもありがとうございました。